抜けてほしい人は、まあ、スローはおすすめかなと思います。いろんなメーカーの中でも。こんにちは、札幌占い美容室早山香市の後藤です。今回もモデルさんやっていくんですが、今日は、お仕事の関係で髪を黒くしないとダメだということで、黒染めをしたい。ただ黒染めを、しただけだとちょっとノリ見たくなっちゃうので、なんか赤っぽくなるのが嫌なんですよね。はい、赤くなるのが嫌だから、赤くならない黒染めにしてくれということで、そちらの方で、まあ、黒染めはしたいと思います。まあ、黒染めちょっと明るいぐらいかな。そうですね。はい、それぐらいでやっていきます。で、カットはボブバサッと切るので、イメージチェンジめっちゃできるかなと思うので、皆さん期待しておいてください。では、カラー剤の方が、今日スローの、グレーの 3N ですね。グレーカラーの 3N とあとブルーを1対1では、調合してます。で、色抜けた時に、まあ、ブルーが残るような感じにしております。なので、まあ、黒染めって言ってもちょっと明るめの感じに仕上がったらいいかなと思ってるんで、あんまりこう真っ黒じゃなくて、まあ、光に当たった時にちょっと赤みが消えるようなブラックって言ってもダークブラウンぐらいでしょうかね。それぐらいになればいいかなという感じではあります。いや、本当でも結構ね、黒染めでもやっぱり皆さん最近すごい黒だけど黒じゃないくしてとか、ちょっと明るくしたいとか、その度合いが結構難しくて結構多いですよね。黒なんだけど、あんまり暗くしてくないよ。本当にカブトムシみたいじゃないですか。なんか、そうなんですよね。うん、カブトムシバカにしたいのもあっていいですか。じゃあクワガタにします。クワガタだったらいいです。本当ですか。全然わかんない。なんか前髪が黒だったら、なんか本当にノリ貼っつけたみたいになっちゃうじゃないですか。そうですね。それもなんか、まあ、一応今日もね、多少は暗くなりますので。何ヶ月ぐらいで落ちますか。大体ですね、色は1ヶ月ぐらいで落ち着いちゃいますよ、抜けて。うん、その頃から長持ちしたい方はですね、ちょっと色んな、いや本当に黒染めでもう色を戻したくないとか、うん、もう真っ黒でいいとかっていう人は、ヘナのブラックとかが一番抜けない。抜けてほしい。抜けてほしいですよね。ヘナのブラックは本気で抜けないので、ずっと黒くしたい人は向いてると思いますね。抜けてほしい人は、まあ、スローはおすすめかなと思います。いろんなメーカーの中でも抜けた時の色綺麗なんで、それが嬉しいです。そうですね、まあ、これで、まあ、黒染めですから終わりなんですけど。そうですね。そう、まあちょっとね、この後カットしていきたいと思うので、これでちょっと時間を置いて、いきたいと思います。で、これからカットしていくんですけど、中の生え癖がちょっとあって、ちょっと読めない部分もあるんで、こういう場合はもうコーム使いません。で、そのまま、ショーバルタンでカットしていくんですけれども、で、今回ちょっとモデルさん長めにしようかなと思ってるんで、顎ぐらいと言ってたんですけど、ちょっと負けた方がいい感じがするんで、でも加工してください。はい、今日の撮影も終わりました。今日はありがとうございました。で、ボブに切って、どっち風に切ったかな、ボブに切って、色をね、ちょっと染めないとダメだったので、暗くしないとダメだったので、徐々にね、色が抜けるように、スローのカラーのブルーと
3N3 ナチュラルの3のグレーカラーですね。これを使って暗くしました。はい、また、いろんな動画を撮っていきたいので、今日は15分ぐらいありがとうございます。待って、ここら辺にもね、あ、そうですね、ここもね、こっちにもついてないんですか。こっちはついてない。はい、ここです。ここですね。はい、綺麗な、残念です。綺麗なお色に、はい、綺麗なお色かこれ全然が次だろ、どう考えて。いやいやいや、色落ちて綺麗に、ね、はい、わかりました。何言ってるか分かんないんで、ひどいです、はい。今日も皆さん、あのモデル募集してたりしてなかったりするんでいや、あんまりしてないかな、ちょっとわかんないです。お願いします。今日は